はい、こんばんは、ヤマリオと申します。さあ、解決ヤマペディアね、もうだいぶいろんなね、ところ解決してきておりますけど、解決できてるか、それはウィキペディア様のね、力のおかげであるところがほとんどじゃねえか、なんてことを思っておりませんからね。思ってませんよ。すごく感謝してますけど、思ってませんよ。ということでね、次のもね、撮っていきたいと思います。もうお気づきでしょうか。運動もう何、本当にないやってね、本当に。さあ、やっていきましょう。お任せ表示で。さあ、そろそろね、こういった感じのね、普通一般固有名詞の記事ばっかしなのね。やっぱし固有名詞が多分記事の総量から多いんでしょうね。ちょっとそろそろね、出てき、あの普通の名詞なんか見てきてほしいところですけど、さあ今日はどうでしょうか。ドン。これまた人物名来ましたよ。これ困るんだよな、読めない感じねえだろってね。もちろん漢字は読めるんですけど、どっちかな。あの、東さんが東か。あ、東さんだ。東義信さんね。1948年、昭和23年4月16日生まれの方は、日本の官僚。官僚のページってあるんだ。官僚のページもあるぞ。すごいな、ウィキペディア。元内閣府、審議官。はあ、なるほど。駐ルーマニア大使。あ、大使なんだ。相当偉いな。相当偉い人です。ルーマニアか。へえ、長崎県の諫早市出身。はあ、ね、略撃すごいな、拾ってくるんだな。長崎県立長崎南高等学校卒業。相手ね、南高等学校ってつくとかに悪い高校ありませんからね。四日市南高校とか四日市南高校とかね。そう、ちょっとまあとかまあリアルに頭いいんでしょうね。だってルーマニア大したもんな。で、次が1974年に東京大学工学部卒業。頭いいわ。もう超エリートじゃん。東大法学部。で、そのまま総理府入府。あ、すごいな。で、内閣総理大臣官房人事課特別職、企画職員担当課長補佐。すごい役職だな。うちらどんだけ頑張ったって手慣れねえ役職ですからね。まずこれ国公務員資格いりますもんね。で、1988年10月1日に総務庁統計センター管理局管理課長になって、すごいな。じゃあ役所の承認人事って感じですよね。で、1991年人事局を併任で、そのまま5月15日に、総務庁の人事付けになって、で、同年7月に外務省在ジュネーブ国際機関、日本政府代表部、参事官。超エリートコースじゃないですか。ね、で、1994年8月4日に内閣官房内閣改正審議室内閣審議官平任内閣総理大臣官房参事官。これ名刺作るとき大変そう。逆こういった官僚の人の名刺ってどんな感じなんだろうな。当然助かりもらったことないからな、官僚の名刺って。周りで官僚はいないもんな、さすがに。うちの OB っていうかね、同期とかでも、銀行マンとかいますけどね。で、なんかこんだけ長いと、長いだけでなんかすごくそうって感じがしますもんね。内閣官房ですもんね。でもあれなんですね、外務省在、でもなんとか1991年が外務省にはついてるのか。そっかそっかそっか。ですからまあ確かに外務省も長いな。総理府ってこっからすごいな。迎賓館次長ですよ。これはってことは、もう絶対あのやばい、この人にこの、前の記事読まれたら、おい、ちょっとこいつの英語、おいおいおい、絶対なんじゃない、絶対英語ペラペラじゃないですか。まあ、だってルーマニア大使だから、そりゃね、英語を話せないと話にならないんですもんね。で、そのまま沖縄開発庁総務局総務課長、総務課長ね、で、経済産業省の大臣官房審議官、中小企業庁担当派。審議官ね、すごい。もう年収絶対何千万ですからね。
で、内閣府沖縄、振興局長、振興局長、局長なんだ、すごいな。で、比較的そういった開発とかそっちの方でも入ってるね。で、内閣府政策統括官、沖縄政策だと、ですから結構沖縄市で結構ずっとここからされるんですね。で、内閣府審議会の沖縄及び北方探索担当ね、はい、に、審議官兼北方対策本部、北方対策本部長。あ、ここからどんと北方の方のお依頼さんになるわけでございます。まあ、これはいわゆる、あれですよね、北方領土の問題とかそういったところも担当することになるってことですよね。で、2008年で退官、これは、定年定年ぐらいの年かな、2008年だと、そうですね、60歳。うん、で、2008年の、7月29日に特命全権大使、在ルーマニアということでね、で、これな、瑞宝重工賞です。瑞宝賞ですね、の勲章。もう、すごいですね。客中が漢方ですもんね。漢方に名前の載るような人間になりてみたいもんですね。どうなんでしょう。漢方に名前が載る、どれぐらいのハードルの高さなんだろうな。うん、まあまあ役所の人事とかで載りますからね。こういった高級官僚さんとかになってくると。で、著書があるんですね。新現代婦人の意識、国連婦人の10年における変化。田中金子氏と共著ということで、行政から出てるんですね、1985年に。はぁ、1985年っていうと、ほう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 、なるほどね。すごいですね。大使、歴代大使出てますね、ルーマニア日本大使。大体大使っていうのは3、4年ぐらいで、周期で変わるんですね。うーん、あ、でも2年で変わってる方もいるね、山田さんとか。へえ、すごいですね。で、今は、上田さんって方されてるんですね。ルーマニア、すごいな。そう、ルーマニアっていうとね、旗が日本のとある団体さんとね、旗が似てるってことで有名な、ところでもございますけど、こんなね、すごい方もいっぱいいますね。すごいなぁ。この中でいろんな人がいるもんです。やはりでもやっぱ人物が当たることが多いんだなということもちょっとずつ、学んできましたけどね。さあ、いうことでね、まあ、今日もね、いい知識身につきましたね。ということで、今日はね、これぐらいでね、締めたいと思います。またね、よかったら次回もね、お楽しみいただければと思います。ということで、この動画ね、これぐらいで締めたいと思います。あ、ぜひね、感情気になるよ。どんな感情ね、日本にはいるのかなってね、気になる方、ぜひウィキペディアでね、調べてみましょう。また関連、記事、参考欄、概要欄のところにね、リンクもね、貼っておきますのでね、ぜひそちらもご参考いただければと思います。ということで、これ動画はこれぐらいで締めさせていただきたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。